まずは先付けでございますね。今日はこちらの方はお豆腐を使いました、白和えでございますね。もなかだれでございます。もなか食べれる人なんですか？もちろんですよ。ひつきのですね、亀政農園というところで作ったお野菜ですね、ジップのようにですね、お野菜をこの、白和えにつけながら召し上がってもらって、周りにこはウグイスアンでございます。ウグイスアン、綺麗なウグイス色は、ソラマメで作ります。ソラマメ、はい。ホタテ真珠を使いまして、扇ですね、丸く作ってございますが、かまぼこといいますか、はんぺんといいますか、ちょうど中間ぐらいに仕上がっていると思いますけど、そして、梅の小枝には、こちらは人参で作りました梅の花です。ちょうど春を思わせるのでございますね。どうぞ。ね、器の奥の方ですね、四角い器の中には水だこでございます。あ、これ水だこ、はい。その手前ですね、大分県産車エビは姫島のものでございます。左手は若武者といいますか、ハマチでございますね。今大分県が一番力を入れているお魚で、油の乗りはブリのように乗って、身の硬さは、コリコリとしたハマチの、それで若武者という名前がついています。若武者、はい、何のお魚ですか？ハマチ。ハマチです。右手の方の白身のお魚はマダイですね。そして、鶴見の、本マグロ、今日はトロの部分と赤身の部分でしょうか。お手元にご用意しました最近の海で作ったお塩と九州のお醤油、ちょっと甘口ですね。右手にはオリジナルのポン酢でございます。あ、これね、地元のお魚は地元のお醤油がよろしいかと思いますが、辛口もなら声がありますが、いつでも声かけてください。そして先ほど申しました伊勢海老、ちょうど今シーズンですね。大分にはこの伊勢海老街道と呼ばれるような、あの伊勢海老がよく取れるところがあります。今日はそのお作りでございますね。どうぞお試しになってください。本日あのお品書きには載っておりませんが、グレードアップのコースご予約いただいておりましたので、お仕立てをご用意させていただいております。本日のお仕立て、アワビのバター焼きでございます。お隣に酢どりみょうがとかぼす添えておりますので、ぜひご一緒にお召し上がりください。このアワビってあのこれも大分で取れたもんなのかな？ですかね、ちょっと確認しますね。うん、ありがとう、はい。地元のアワビね。おお、ナイス。すごいね、大分は。あ、蓋物ね。はい。蓋物でございます。こちらの方がタケノコまんじゅうですね。この中にはお魚をそぼろにして中に煮込んであります。このあんがとても美味しくてですね、山菜あんですね、はい。このあんのを召し上がっていただきたいので、レンゲをお付けいたしましたので、ご一緒にどうぞ。上にはあのわさびが乗っておりますので、お気をつけになってください。この山菜あんっていうのは、山菜があるんですけど、だしは何？これはですね、あの銀あんと呼ばれる和食での基本のおだしですね。かつおと、それから、昆布ですね。はい、なるほど。色が透き通ってるあのお出汁は和食では銀色って読むんですね。これにお醤油を加えて少し、黄金色になってきたものは和食では金色と見るんですね、はい、はい。ですから銀あんでございます、はい、いただきます。ありがとう。続いてのお料理、おしのぎでございます。お口直しですね。大分県の小方町というところで作られている糸切りこんにゃくを使用しております。で、こちらあの手前に置いてある黒いのが、キッチョム海苔という海苔でございます。あの売店にもあの一応ご用意ございますので、もしよかったら売店も明日見てみてください。でもう全てあのかき混ぜていただいて、そのままお召し上がりいただけます。上は山芋、山芋とわさび、はい、いただきます。上何だったか今、これ海苔です。乾燥した海苔売ってたね、売店に。あ、そうですね。焼き物ね、はい。焼き物は平鈴木でございます。平鈴木、はい。平鈴木、こちらの方は、油焼きにしてございますね。今日はそれに木の芽バターですね、はい。そしてちょっとお醤油をかけたようにありますが、これはホタテのだし醤油を使いました。香りがいいですからお試しください。上にちょっと散らしているのがございます。こちらの方はフキノトウでございますね。フキノトウね、はい、春の訪れがわかるかと思います。根菜類とご一緒にどうぞお試しください。これもやっぱりあの地元で採れた魚なんですね。素晴らしい。
いただきます。スズキだとか、スズキだとか、大きな、ブリだとか、そういった大きなお魚もこの別府の沖はですね、豊後水道っていう流れの速い海がありますので、そこで取れるんですね。それでいて、ヒラメだとか、そういった底物もこの別府湾の下が砂地になっておりますので、底物も取れるんです。じゃあいろいろな種類のもんが、そうなんです。それも春夏秋冬と形を変えてですね、県南の方に行くとリアス式海岸ですから、北陸だとかと同じようにこの先ほどお出しした伊勢エビだとかアワビだとか、ウニとかがたくさん取れるんですね。はい、鍋ね、はい、失礼させていただきます。あ、開けて、よいしょ。おお、牛やね、牛。何でしょうか。全部入れてしまう。ちょっとずつ鍋。全部入れます。このネギからお出汁が出るので、そのお出汁を取りたいので、先に全部を入れします。これはしゃぶしゃぶなのかな。すきしゃぶですね。すきしゃぶ。はい。なんですきしゃぶって呼ぶんですか。出汁がちゃんとあるからかな。見ていただきましたらお分かりの通りですね。卵を出してますね。生卵でございます。泡立てておりますね。はい。そして、しゃぶしゃぶというにはですね、お出汁の方に味がついております。すき焼きほど濃くはないですね。そして召し上がっていただくのは生卵にお味をつけて、今日は泡立ててありますから、こちらの方でお召し上がりいただくように。焼きとしゃぶしゃぶのちょうどいいところにしたような。八体麺の召し上がり方説明させていただきます。あ、ごめんなさい。八体麺って何ですか、まずは。大麦をいって作った粉を八体粉っていうんですけど、その八体粉で作った麺でございます。はい。で、お蕎麦アレルギーの方もいらっしゃいますが、お蕎麦の粉に一切使っておりません。はい。で、こちらも厨房で軽く茹でてありますので、こちらのお出汁で軽く温めたら、鶏皿の方にすぐよそっていただいて、すぐお召し上がりいただけます。はい、で一緒に海苔と先ほどのですね、海苔とあとネギと柚子胡椒それぞれつけておりますので、お好みで一緒に入れてお召し上がりください。で柚子胡椒は結構少量ですけど、全部入れちゃうと辛いと思いますので、少しずつ溶かしてお召し上がりください。でこれは何でしょう。こちらが伊勢海老のお汁でございます。お作りの時にお召し上がりいただいた伊勢海老の頭の部分を使ってお味噌汁にしておりますので、ぜひこちらもお一緒にお召し上がりください。いただきます。入れなくなったんで、もうあんまり長くはもう続けられないかなと思ってる。このウニっていうのは、ここの近くで取れる。もちろんこの近くで取れるんですけど、残念ながら今日お出ししているものは、そういったウニはちょっと使えないので、そういったウニではないです。でもウニ醤油かけご飯っていうのはここら辺では、それとも地元の人よくこうやって食べられるんですか。いや、ここ料理長の工夫ですね。昔からですね、和食では公園に似た料理はあるんですけれど、それをこう工夫してウニ醤油かけご飯ってこういう形にしたのは料理長の工夫だと思います。おいしいね。おいしい。デコポン。あ、デコポン。杏仁豆腐。デコポンは大分のものですね。大分の。デコポン。名前が面白いな。うん、デコボコしてるからデコポン。デコポンっていうのはですね、もうですね、どう言いましょうか。おへそみたいにポコンって上できてますね。そうなんです。おでこのようにね、上の部分が。デコポン。おでこから。はい。